多分、ああそういうことか。これをまずミオンが上に上がってもらって、ここら辺まで近づいたところでこのスイッチを押して、これを押す、そして下に降りる。 OK。 じゃあ一旦こっちに来てもらって、これを沈めればいいのか。沈めたら一体何になる。あ、浮くのか。これが浮くんだ。じゃあ押してみよう。落としたらちょっとしゃがんで、でこのスイッチを押すと、あ、上に上がるんだ。でこう登って降りて、また押してもらって登って待機。ちょっと周りの様子を見ながら、これはこのスイッチを押すと、何してんの？何してんの？なんかラリっちゃってる。あ、混乱状態か。なんかよくわかんないけど混乱状態になってるぞ。落ちるでしょそこ。あ、いいんだいいんだ。下に降りて、とりあえずあのキノコは触っちゃダメだ。押して登って、危ない危ない危ない、こっち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 、ダメだ、ストップ。ストップしなさい。止まんないな。よし、止まった。じゃああのスイッチを押してみるか。押してみたいけど押せないな。からたどれる。ダメだ。違う、こっち。そうそう、下から行ける。このスイッチを押すと下がった。どっちにしろこのキノコは通らなきゃいけない道だったのか。これでこうしとけばミオンは動けないんで、
これでこのスイッチを押せばいいのかな。あ、違うな。あ、いいんだ。なんか合ってた。え？なんだこれ。土管に入った。こっから出てくんの？え、死ぬ。死ぬなあの土管入っちゃいけないんだ。危ねえ。これはあれだな。下か。下か。そうだ。下だ。止まった。周りの様子が全然見れないじゃん。この紐を切りたいけど、その前にこいつを。おーし、ナイスナイス。で、ここら辺で紐を切ってあげて、よし、オッケーオッケー。そのまま進んで、そのまま進んで、上はなんだ。はい、逆行きましょう。はい、逆行きましょう。なんか敵がいらっしゃった。こっち、こっち、こっちでーす。そうでーす、そうでーす。上上。はい、進んでくださーい。これ。ああ、この2つを通り過ぎたら、アンチか。これ怖いな。落としときたいね。よし、いける。おーし、完璧。おお、切れた切れた。よかった。これでなんとか通常の操作ができる。あー、大変だった。さあ、なんでしょう、このスイッチは。押してみよう。またキノコあるじゃん。ストップ。キノコで進んでいくタイプだ。しょうがない、行くしかない。この先を見ておいて。上だな。はい、登って。はい、ストップ。これは、あ、ここか。で、あのスイッチ、あれ、ちょっとこっちに来て。あ、スイッチあるな。あ、違うな。で、何に当たったの？
あれ？キノコ通り過ぎてるよ。これ、これあり？あ、でも、キノコなしでこれいけんのかな？ちょっと先にキノコなしでやってみようか。多分キノコなしだと、ここが進まないのかな？多分そうだよね。上上上。ここにあいつが隠れてる。これなんだ。これなんかスイッチあるね。なんか落ちた。あ、これで上に上がれるようになったのか。つながったね。上通ると、あ、大丈夫だ、大丈夫だけど、ここが結局進めないのかなって思ったけど、そうでも、あ、ちょっと待って、この上進められないな。じゃあやっぱりあれだ、キノコがいるね。どの世界もやっぱキノコが一番大事だよ。あ、これなんだ、こう上の方ちょっと登ってもらおう。登ってもらって、ちょっと視界を良くして、届くかな、届いた。押しちゃいけないやつだった。いや、いいのか。これを押すことによって上そのままいけんだ。そしたら一回キノコを取りに帰ろう。死後も気になるし、下下下、これもしかしてキノコに触れずに向こうが行けるとか、そういうこと？上、上なんかいる？いないね。見えねえ。これなんだろう。あ、これはもうしたやつか。あ、でこれを押すと下に、おお、でさらにここを押すと道が開けると。それでこっちに戻って、何の得が、これ最初のとこ、最初のとこ戻るだけじゃん。あー、これでキノコ回避して、本当は向こう行けたんだ。だからリトライした時キノコ当たってなかったのか。でもな、このキノコ必要だからつけていこう。さあ頑張れミヨン。怪しいキノコを食べたって。
君は君さん。登る。ん？これ。あ、大丈夫か。あ、ちょっと下だった。え、こっち、こっち。うぃ！それ当たるんだ。ダメなの。あ、しかも。あ、でもこの方がいいわ。わかりやすくて。あそこに当たっちゃいけないから。こうやって、こうやっていくのか。しかも途中で影ボタル使わないと、あそこ開いてないな、多分。よし、じゃあ見よう。頑張ってみよう。あれ？
諦めなければいつかできるよ。今じゃあ